こんにちはテンバーアカデミ堀秀ですオーストラリアアマゾン FBA が始まってね、いよいよ FBA サービスを使った商品なんかも出てきだしてます。まだね、ほとんど納品追いついてないんですけど、ぼちぼち納品されるかなという感じです。それで配送スピードをちょっとチェックしてみました。シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、キャンベラ、パース、 ね、それと、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、サウスオーストラリア州の主要都市、これらの地域には、3営業日から7営業日で配送と。これね、えー、十分早いんで、まあ、利用者増えると思います。でその他の地域にも、えー、7営業日から10営業日で配送と。でノーザン・テリトリー,、えー、クイーンズランドの一部、ウェスト・オーストラリア州の一部、サウス・オーストラリア州の一部、タスマニア、それらの。 遠隔地にはですね東海上かかりますという形です、まあまあそうでしょうね。まあただこの辺にはね、あんまり人住んでないし、もう、えー、この辺はすごい不便なんで、まあ10営業日以上かかったってね、なんか欲しいものがあれば十分買うという形で問題ないと思います。まあ FBA のスピードについてはね、おおむね早くていいなと、問題はなしといったところなんですけど、一つ問題がね、表示を確認すると、 まあ商品の横に FBA 利用の商品ね、フリーデリバリーオンオーダーオーバー,ー49ドルと書いてあるんですね。これね、49ドル以上買わないと送料無料にならないということなんですけど、さすがオーストラリアね、送料が高い、そんなわけで、ちょっとこの敷居が高いなという気がしました。日本もね、2000円とか2500円とか、 まあアメリカもちょっと増えてきている、まあ、アメリカと通貨的にはそんなに差はないのかな、まあ、ただね、この表示を見たときに、49ドル以上、ド、え、ル、ー、の商品だと 5, 5個買わなきゃいけないしね、5個他に見つけんかいとね、あるいは、えーまあ、49ドル以上にならないと、注文ができないのかなと、あるいはね、送料どうせたけんだろうという誤解をするんじゃないのかなと思いました。 まあ実際にはね、11ドル99セントの商品を頼んで、シドニーに配送した場合で、5.99ドルと、オーストラリアのねえ送料としてはまあ500円以下ですから、全然安いと、こ,この金額でね、5.99ドルでえ配達してくれると、わかりやすく注文する人は増えるんでしょうけど、多いでしょうけど、そうは見えなくて49ドル以下と、誤解した場合には、ちょっとね、ダイソー単品商品、 売れ行きが鈍る可能性もあります、まあ、これ出してね、送って、まあえー、例えば20ドル前後とかね、えー、15ドルとか、まあ、全然売れそうな金額で出してるのに、えー、2週間程度待っても売れない場合はね、えー、ちょっと次の納品商品は、えー、他で売れてる商品をね、他でってな、eBay とかね、あるいはアメリカの Amazon、あるいはオーストラリア Amazon にランケンくっついた商品の えー、その商品をなんとかね49ドル以上のセットにできないかとかいう形で納品したりあるいは、えー、ダイソー商品1点張りじゃなくてね1、まあ、点張りでいけるかなと思ったんですけどもしかしたらこの49ドル表示が引っかかるとダイソー商品単品だけだとね売れ行きが。 えー、鈍い可能性があるんで、まあ、その場合にはね、えー40ドル、49ドル以上で売れる商品を、まあ、見つけて出品するという形に、えー、やり方を切り替えた方がいいかなという気がします。まあ、ともあれ、まあ、もう1回目の納品がね、えー、ついて、まあ、2週間も様子見れば、おおよそ感触は分かるんで、まあ、それについその後ね、また調整していきたいと思いますけど、まあ、表情を確認すると、スピードは問題ないと。 ねえ、注文時に本当そんな早く届くんかいなというぐらいのスピードです。で、まあ実際今 FBA2 日で届いたとかいうのが上がってますんでね、まあ、配送スピードは今んところ問題ない。この表示と49ドルって仕切りなんとかならんかいなという感じですね。まあアマゾンの方もね、日本もそうであったように、まあ売り行きは眠くてね、えー、まあ FBA のセンターにもキャパはあるということになればね、おそらくプライム入会キャンペーンとかで、まあプライム サービス使うとね、えー、期間限定で、まあ、3ヶ月間はね、そこの仕切りがなしとかいう形のキャンペーンやる可能性もありますし、何とも言えないんですけど、まあ、今チェックしたところで気になったのはね、仕切り49ドル買いなと、ね。しかも注文のこの表示の仕方としてね、なんかこれ49ドル以上にしないと買えないように誤解する人がいるんじゃないのかなというのがちょっと気になりました。 またね、納品商品の相談、あるいはね、一回納品したけどね、売れ行きがえ思ったより伸びませんとか、いやいや、売れましたとかいうね、各種ご相談、ご報告、またお待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。